次行こう。いや、セーブしたいんだけど。おっさん。セーブのおっさんいるんだけど。もうあいついるとボス戦なんだよ。いや、そうはいかないんだよ。もうだって敵の情報ももらってるし、セーブのおっさんもいるし、ほら、ちょっと、思ってたのと状況が違うな。不自然だな、西武のおっさん。まあそうだね。お母さん悪いくね。いや、もうやめとけお母さん。なんかこっち悪者感すごいもん。ちょっと待って。お前なんで4つって知ってんだよ。なんだその振りは。ほんとそこ。おい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 、なんだ、もう石目の前にすると正体暴かれちゃうから、それでなかなか手出してこないのかと思ってた。もう最初の段階で盗んどきゃよかったのに。こうなっちゃうよな。ああ、知らなかったのか。じゃあなんでこのタイミングで来たんだ。1個目の時に同じことできたのに。
よかったよかった、この展開。ちょっとセーブさせてもらっていいですかね。あれ動ける、あ、動ける、ありがとうございます。じゃあ戦っていこうかな。と、音楽このままなんだな。この怒りの一撃ってやつについてはちょっと説明読んだんだけど、まあ通常の攻撃よりも大きい攻撃をしてくるっていうやつらしいんだけど、まあここにも書いてあるんだよね。最大で24、18から24の攻撃。だから24に備えて編成すればいいんだろうけど、一個前のさ、巨人の一番強いやつ、あれが21だったから、あんな感じで編成するしかなくなっちゃうんだけど、問題はこの回復力12なんだよな。だからあのループしまくりじゃ多分倒せない。だからループを抑えてダメージを与えていかないといけないんだけど、そのためには怒りの一撃がないターンをうまく活かしていったり、この怒りの一撃が18から24っていうブレがあるのを利用していけるんだったら2ターン攻撃みたいなことも考えていかなきゃいけないのかな。ただでもそれやっちゃうとな、怒りの攻撃に絶対備えなきゃいけない列も出てくるから、どうしようかな。ちょっと大まかにどうしたらいいかも思いつかないので、ちょっとこれを叩き台にして改造していこうかな。これで勝てればいいけど。まず通常攻撃2ターンは受け切っちゃう。怒りの一撃は回していこう。バルニットか。このターンでだいぶダメージ与えてくれれば、一回回して、ここ弱いんだよな。どっち行っちゃうか。僧侶に攻撃行くと回復落ちかないんだよな。10、ああ26までか。これはもう怒りの一撃だから回していく。回して、なんとか回復よりも
与えてるダメージが多いかな。魔法使いの方に来い。来た来た来た。これで後ろは回復をついてんのかな。よしよし、追いついた。よし、これでうまくいけば長期戦になるけど耐えられるんだな。7ターン回ったから要は繰り返すだけなんだよな。で、怒りの一撃にはローテーションで対抗。いやこれさ、運次第では負けてんのは分かるんだよ。この列の攻撃が例えばソウルに集中しちゃったらやられちゃうんだよな。次で倒せそうだね。いやー、思いつきでなんとかなったな。うん、巨人で戦ったのは結構ヒントになったな。どうしよう、このボス戦でまるまる動画一本分戦うつもりだったのに。お前が騙されたからだよ。平和ボケってやつだな。一気に
理解者になっちゃったな。いや、チー捨てることないんじゃない？なんだろう、この雨降って地固まる感。なんか騙されてないかなって思っちゃうんだよな。あれあれ、残りの3つないんじゃん。あれ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 、ああ、そうだそうだ、ここは単に国の中で教会の一部なんだよな。なんか国と戦ってる感勝手になってたけど、国の一部なんだよ。城か。この先あれだ、騎士団と絡んでくな。なんか今まで教会がなんか悪役だったけど、もっとめんどくさいのいたじゃん。気持ち悪い。こっちかな。おうおうおう、すげえ凝ってんな。懐かしいな、騎士。騎兵隊で話が通るようになってる。もう自称じゃなくなってんだな。いやー、騎士団長と絡むのやだな。前に辞めた職場の上司だからな。なんだなんだ、貴族か、ザビエルみたいなの。いやもう興味それそれじゃん。確かに何これ、魔物にしか見えないけど。歌う七本尻尾。七つの尻尾。気持ち悪いんだけど。やばい、俺の興味もそれてる。なにこれ。ああ、下にいるんだ。
帰る。怒られる側になっちゃった。名前かな。マルダン。優しそうな名前にしてあるな。まあ、マジ失礼。動けない、動けない。面白い人だな。なんかすごい音すると思ったな。上の天井の明かりだな。すげえな、揺れてるけど。モルモースケのやだ。ああ、王様の名前も知らないな。ありゃ。鼻すごいな。そうそう。その勇者が、一個一個隠したんじゃないの？いい人だ。はあ。ちょっと待って。一遍に3つとかそこにないだろうな。面白い顔してんな。お、動ける。魔物なんじゃないの？古い道。なになに？どの感じだよ。何を悟ったんだよ。何？
ちょっと待った。なんかそれゲーム的な、システム的なことじゃないのかな。力が上がるんだろう。レベルアップ？ずっと固定でやってたもんな。そっかそっか、レベルじゃないんだ。年齢で強さは決まってんだよね。これあれなんだよな。シナリオ中の意味よりも、これ終わった後の違うゲームモードの話でもあるんだよな。まあ今は単にレベルアップしたと思ってればいいな。多分みんなちょっとずつ強くなってるんだろうとは思うけど、もしかしたら弱くなっちゃったやつもいるかな。あくまで年齢で強さ変わるからな。おじいちゃんになっちゃうと弱くなるから、今まで頼ってたやつ弱くなってないだろうな。大丈夫っぽいけどな。むしろみんなヒットポイント増えてる。まあちょっと、念頭に入れるぐらいで、編成の時比べるか。出ちゃっていいのかな？お、いけそう。ようやくたどり着いた騎兵隊の前に大きな石の壁が立ちはだかりました。驚いたことに壁は山全体を取り囲んでいます。これでは山に近づくことはできません。途方に暮れる騎兵隊の目にふと町の明かりが映りました。どういうこと？山自体が壁に囲まれてんの？壁ってなんだろう？ああ、またなんかいい雰囲気のとこ来たな。何のユニット？あ、なんか刀っぽいな。侍か。いや、覚えてないわ。おー、ちょっと待った。忍者だ。侍忍者だ。いたんだ、そんなの。忍者って言われた。あ、ほんとだ。なんかちょっと、和風な名前だったな。ああ、じゃあ、ほんと人工的な壁に囲まれてんだ。囲んでくるな。また忍者と侍で争ってんのかな。
侍の子、忍者の子、かわいいな。かっけえな侍。あれ？進まないな。ちょっと。同士で揉めてんじゃないんだ。なんだ。演劇でも見せられてんのか。ああ、こっち見んなよ。あ、巫女か。これは忍者じゃないのか。ああ、山に神殿があるのね。この人はまた違うとこの人なんだ。中から外から、ああ。全然そういう雰囲気じゃないね。バルト、感想がかぶっちゃった。あ。そっか。侍と忍者とあとこの山の巫女か。三職業あるってことは、石があと三つありそう。ここの揉め事を終わらせれば、三つ手に入るかな？三職業が気になるな。どんな能力なんだろう。うん、そうしよう。ほんと何者なんだろうね。モウルモウス。なんか、俺だけディスられてるみたいになったよ。揚げ足取ってくんな。
なんだ、出たはいいけど入れてくれないっていう状態なんだ。お前それ俺前回カットしたやつなんだけどな。前回こんなことやってました。そんなんだからカットすんだよ。お前今回もカットすんだそれ。もっと大げさにすれば？それヒントか？